今日が7月28日だったっけ、土曜日です。はい、7月27かな、土曜日です。何したっけ今日、ごめん、7月28日だね。で、新しいカメラで撮ってますね。まあ、これがなかなかいいということなので、まあ今日ももうちょいで、ね、この足場板を上に持っていきます。よし、じゃあ準備整ったんで上行きましょうか。どうも、シマイズです。ですね、最近コメントでマダオに声似てますねって言われたんですけど、あ、これこっちのチャンネルじゃないんですよね。なんだろう、マダオって誰だろうね、俺全然知らないからさ、調べる気にも、全然ね、調べませんでした。むしろマダオって誰ですかっていう話のまんま、まあ一応喋りますわ。どういう入り方だっていう話だけど、まあ今回の動画でようやくですね、ちゃんとかな、もともとやりたかったあの天井裏の準備に入っていってます。で、この天井裏の準備もですね、去年、電工2種を取れたがゆえにできていることですね。もうこの準備っていうのは VVF ケーブルを通すための準備ですね。で、この家の天井っていうのは竿天井といって、まあなんだろうな、竿、すごい細い棒に棒が渡してあって、その上にあのベニヤの板がこう乱暴に重ねてあるみたいな感じです。それが竿天井でした。で、これどこにも天井乗れないんで、もうどうもこうもないのないっていうことですね、この足場板を針同士のんとか届くところは届いてるんで、まあ、そこで渡して足場にしてます。ライトモードにするか。まあ、ずん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 天井の裏に登るんですけれども、この足場板ですね、実は結構でかいんですよ。なんだろうな、もっとその小柄で体重が軽くて、あの、まあ、ひょいひょいこういう狭いところで作業するのは苦にならないような人だったらまあいいと思うんですよ。でも、いかんせんあの体重がですね、僕は80キロ以上あるし、で、これはですね、女の人ですね、体重が40キロとか40キロない人でもこの天井落ちますね。はい、もう竿天井の竿がちょっと細工してあるんですよ。だから普通の竿天井って、なんだろうな、のぶちみたいなやつを渡してあるんですけど、そののぶちみたいなやつにこう細工がしてあって、ちょっとあの掘ってあったりするんですよ。だからその分細くて強度がないんですね。だからもう今は、なんだろうな、ちらっとあの下に黄色いやつ見えるんですけど、これがあの断熱材ですね、ウール。これが2年前だったかな、2年前に敷いたんですけど、結局あの敷き切ることができませんでした。その竿天井を作った時に、打ち抜いた釘がところどころ出てるんですよ。だから釘で突っかえてダメなんですね。だからそれで天井裏断熱を断念したっていう過去があります。で、まあ一応これはですね、自分で VVF ケーブルを引く前の動画なんですけど、まあ築50年とはいえ、多分平成元年か平成2年ぐらいに、あの前の家主の人がここを、あの前の事業譲渡をしたですね、隣が製材所なんですけど、そこから自分の敷地として買い取ったんですね、この家ごと。なので、そこの時に工事をしたと思われます。まあ要は電気工事、水道工事ね。で、電気工事の電気ケーブルっていうものが あります。で、これ随所でチラチラ映ってたと思うんですよね、今これで、あのやっぱり古いんで、あのなんつうの、ジョイントボックスのですね、あの蓋があるんですね、これ。それがもうどっかぶっ飛んでてないんですよね。だから、しかも電気工事をやった時に、あのコネクターじゃないんですね、差し込みコネクター、あとワグかなのやつですらなくて、あのなんだっけな、シーリングじゃなくて輪っかですね。あー、ダメだ、出てこない、ちょっと教科書で見ないと出てこませんね。まあ、一応血栓したところを
鉄の輪っかで圧着させるんですけど、あれに絶縁処理したものだけだったので、そこにホコリがしこたま乗ってるのがすげえ嫌でしたね。なんであんなにモリモリでぶっ飛ぶ、やっぱり多分ジョイントボックスですね、これ多分78円のと168円のちょっとちっちゃいやつとでっかいやつがあったんですね。ダイユ8っていうのは近いんですけど、そこで見て全部ちっちゃいやつだったんですよね。で、血栓が多分10センチ全部取ってあるんですよ。でもそんなちっちゃいやつにここまで血栓数が多いボックスを作ればそれ飛ぶんですよね。実際僕もやったんですけど、無理くり金がね安い方がいいつってちっちゃいジョイントボックス買ったんですけど、そしたら高さが足りなくてぶっ飛んじゃうんですよね、導線が起きてくると。でそれと導線試験では10センチの血栓をするときに外装シースを向くんですけど、10センチじゃ収まらないですね、ジョイントボックス。でやっぱり10センチくらい向かないと血栓しづらいんですよ、いかんせん。で寸法を測るんですよね。テストの時に絶対寸法はあったはずなんですけど、やっぱりなんて言えばいいのかな、その針を渡していくんですけど、その針をですねこんな感じで U 字ピンで打ち付けながらやらなくちゃいけないんですけど、その針を迂回させるとか針に沿わせていく分、かなりね長い VVF ケーブルの寸法を取らなくちゃいけないんですよね。要は直角直角直角ですよね、渡していくのは。だから要は針の位置、どういう風に針が通ってて、じゃあそこどうやって渡していくのかっていうのを最初下見しないと電気工事ってできないですね。でそれでいてはかなりケーブルは長さ出ます、マジで。だからその時にこの足場板を置きながらなんて言うんだろうな、一応練習キットは何万ぐらい買ったんだろう、多分6万ぐらい買ったから結構あったんですよね。エコケーブルとか VVR ケーブル、 VVF で主にね 2.0 が残っちゃったんですよ、2ミリ芯。まあ後々やっていくんですけど、2ミリ芯はきついっすね。で何がきついかっつったら太くて頑丈なのはいいんですよ。過電流とかがもしね雷とかどっか近く落ちたりとかして、それが流れて断線とかしないようなしないっていうのはいいんですよね。要は太くなってくれば過電流の許容量増えるんで。でも硬いんですよ、ジョイントボックス作るときにもかなり硬いんですよね。ですね、まあ、かなりねこんな感じで快適になったっちゃ快適にはなりましたね。はい、じゃあバルさん炊いてきます。はい、今ですね、屋根裏バルサンを4つ炊いてますね、工業用の強烈なやつ。でもやっぱり隙間風があるところからなんかね出てますね、煙がね。でちょっとね、しかも煙がちょっとね下まで降りてきちゃったんだけど、天井をね塞ぐのがちょっと遅れたから今換気してんだけどね。でやっぱり煙を出すとね、屋根の軒先とかやっぱり結構スカスカ隙間空いてるんですよね。雨漏れっていうか、その構造材には水が入らないようになってはいるけれども、酸っていうか、なんつうんだろうな、桁ら辺から結構煙が出てて、あそこもコーキングしとかないとなっていう感じでした。だからね、でもまあ屋根裏登った感想ですけど、まあ雨漏れの跡はなかったですね。見れる範囲で隅々まで見ましたけど、なので多分全部やるとなると構造材以外全部、まあ屋根のベニヤとかだね、あれを全部落とさないとダメかもしれないですね。で屋根を落として、それから高さとかを見て、そんで調整するっていうのがいいのかなっていう感じですね。で家のリフォームってとりあえず天井を落として、最初に天井を落として電気配線やって、最後に床ですね。そういう順序なんだなっていうのが分かりましたね。バルさん、60坪なんですけど、この家、屋根裏を
バルさん4つ炊いて60坪で、4つでなんか結構もうもうしてるんですよ。なんでまあなかなかいい感じで屋根裏の殺菌っていうか屋根裏をまあ綺麗にできたんかなっていう感じです。はい、でお次はですね、まあ足場を上げたでしょ、トイレ前トイレのカモイカ取れるかと見るでしょ。まあこれ取れ、トイレの中のやつは取れるけど、そんな取れないですね。あとは PC の環境構築ですね。なんか Windows 障害で全部ループになっちゃったん でそれをどうにかします。であとソケットの配線図、消費電力の高いものとかからね、優先的にソケットを使っていくような配線にしようと思います。はい、じゃあこれでですね、まあ不安な要素はもうなくなったので、まあ、あとはね、不安要素があるとすれば雨なんですよ。なんかね、秋田全然梅雨は明けねえんだわな。うん、だからまあ外で作業できるようにならないとちょっときついねっていうような感じです。はい、今回はですねこんな感じです。これは VVF ケーブルを、引くためのものですね。まあ、これからですねかなりしんどい作業になっていってます。まあ、何分天井の高さが違うので、まあ高くて広いところは別に良かったんですよ。でもいかんせん反対側、道路側ですね、まあこれ分かんないですけど、やっぱ80センチくらいの高さになるときついっすよ、マジで。もう渡した足場板の上をほふく前進でケーブル引っ張っていかなくちゃいけないくらいだったんで、まあまあ怖かったっすよね。はい、そんな感じで、まあ頑張ってこんな感じの作ってます。まあ、一応今年はですね休業です。来年から細々と何やら形にしていきたいと思います。ではでは。